working well. Oh, my. Oh, look out! D'Artagnan down for the first time! デイビス、井上に何かアドバイスはあるかい？別に何もない。ただやり続ければいい。デイビス、井上と対戦してくれよ。階級は何でもいいから。そんな無意味な話はやめてくれ。侮辱するつもりはないが、井上の戦績を見ても俺が知っているのは二人だけだ。一人目がノニトドネア、そして二人目もノニトドネアだ。軽量級のボクサーをそれほど知らないデイビス選手でもさすがに知っているドネア選手。時を遡れば、タンクがモンスター井上尚弥について質問される遥か昔のこと。映画を極めたレジェンドは日本のレジェンドに引退を決意させました。世界のボクシングの歴史だけでなく、日本ボクシングの歴史にも大きく関わりを持つことになるノニトドネア。もともと親交がなかったわけではない二人。出会った頃はまだホープ井上とレジェンドドネアという関係でした。熱心にナルバエス戦への対策を指導するドネア選手。試合展開について問われたドネア選手は、ナルバエスは勝つために手段を選ばない選手、ダーティーなこともするベテランでもあるし、倒すのは難しいかもしれないが直哉が勝つと信じていると答えました。あれから5年の月日が経過しました。 WBSS 決勝の舞台で拳を交えることになった二人。レジェンドは年を経てカレリナで始め、ホープは年を重ね全盛期を迎えようとしていました。序盤から優位に試合を進める井上選手。試合が始まるまで大方の予想は井上選手の圧勝 KO 勝ちでした。全盛期を過ぎたドネア選手はスピードで井上選手に上を行かれて、強烈なパンチをもらうシーンが幾度となくありました。レジェンドドネアをいつ沈めるか、会場の雰囲気も井上選手の KO を期待する中、ドネア選手の左フック一発で眼底骨折した井上選手。ドネア選手が二重に見える事態で死闘が始まりました。打ち合いに持ち込まれながらも的確にパンチを当てていく井上選手。井上選手が強烈なパンチを叩き込めば、こうするようにドネア選手もパンチを返してきました。血に染まる井上選手の顔。試合はさらなる死闘の様相をまとっていきます。多少雑な攻撃になろうとも、魂のこもった攻撃で井上選手を追い詰めるドネア選手。この試合ほど井上選手がパンチを被弾しダメージを負った試合はありません。迎えた11ラウンド目。観客をさらに盛り上げてみせた井上選手。疑惑の10カウント、ロングカウントと呼ばれていますが、この後立ち上がってなんとかしのいだドネア選手。
12ラウンドにわたる死闘は後にドラマイン埼玉と呼ばれる名試合となりました。リング上で二度と拳を交えることはないと思われた二人のレジェンドボクサー。あれから時は流れ、ついに二人の再戦が決定しました。ドラマイン埼玉2とも呼ばれた世紀のリターンマッチ。この試合を迎えるまでドネア選手は破竹の勢いを見せていました。井上拓磨に勝利した強敵ウバアリ選手に4ラウンドで KO 勝利し、 WBC 世界バンタム級王座を獲得。防衛戦では日本でもおなじみの強豪ガバリョ選手を迎えました。24戦24勝 20KO 無敗のガバリョ選手、将来を有望視された若者をわずか4ラウンドで沈めてしまったドネア選手。井上との試合が私を生き返らせてくれた、あの試合で本当に戻ってきたという気持ちになったんだ。若い頃の異常なスピードはなくなったものの、無駄打ちをせずにじりじりとプレスをかけて相手の選択肢を奪い狙い撃つスタイルに変更。全盛期のドネア選手と並ぶ、中には超えると評価する人もいるほどでした。2年7ヶ月前よりも自身の評価を確実に上げてきたドネア選手。試合前、井上選手は自分が苦戦したためにドネア選手の評価を上げてしまった、何もさせずに勝利するのが今回の目的ですと答えました。さらに試合では触らせないと発言をしていた井上選手。運命の13ラウンド目が今始まります。井上選手が一番警戒しているパンチをファーストパンチで当ててくるドネア選手。軽いフックだったとはいえ、井上選手はこのシーンをフラッシュバックしたことかと思います。終始ガードを上げて引き手の速い井上選手。左フックまでジャブの速さで戻してみせます。13ラウンド目は非常に緊張感のある立ち上がりとなりました。前回の教訓から目に見えて警戒度を上げている井上選手。ドネア選手もまた警戒している様子で、雑な攻めはせずにディフェンスをおろそかにしていませんでした。ガードやスウェーは大切ですが、足で外す動きをしないとどこかで必ず相手に捕まってしまいます。ステップバックとサークリングをファーストチョイスにしているのがわかる両者の動きです。井上選手のジャブにステップバックしたドネア選手、徐々に距離を詰める動きに左フックを合わせた井上選手。やや大振りの左フックをサークリングしながら振るいました。警戒度を上げて防御にウェイトを置いた戦い方に見える両者ですが、実際は攻撃的なプランを用意していました。今回はパンチャーグローブを着用している両者。ウイニングと比べるとナックルパートが非常に薄いです。拳の怪我につながりますし、殴った自分が痛い場合もあります。
ドネア選手が前足を踏み終えた瞬間にジャブ、タイミングが抜群でしたね。ドネア選手がジャブの2連打からボディフック、井上選手が左フックを合わせました。途中でフックを入れたくなるものです。最後のパンチにフックを合わせて位置を入れ替えるイメージなので、井上選手は焦らず冷静でした。ガードを固めて足を使って距離でもしっかり外す。両者が相手のパンチ力に敬意を表した試合の流れです。ボディジャブで下を意識させて戻ったところにジャブ。第一戦でも多用した上下のチラシ。もらうことを意図はない強打のドネア選手相手だとものすごく危険な攻めに見えます。タイミングを間違えると絶好のカウンターを取られる機会になりますからね。細かいステップからの鋭い右ジャブを牽制に反動をつけた右を直撃させました。ドネア選手は反応はしていましたが、振り切られた右を被弾するのは怖いものです。特に相手が井上選手となればなおさら恐ろしいものです。井上選手のジャブに右をかぶせるドネア選手、1戦目非常に有効だった右を今回は序盤から積極的に使用していくドネア選手。ドネア選手といえば左フックのイメージがありますが、だからこそ右が余計に際立つ試合も珍しくありません。井上選手も負けじとドネア選手の右に左フックを合わせていましたが、お構いなしのドネア選手。一発目の左フックの打ち合いは両者ともにガードの上を叩きました。ドネア選手のボディ打ちに対して井上選手の左フックが先にヒット。ナックルの返しが浅いため大きい面で後ろ側から叩いていますが、タイミング抜群のフックでした。ドネア選手は覇気がない、減量に失敗したなどという声も聞かれましたが、個人的には練習段階で体を大きくしすぎず体重もあまり戻さずスピードを重視したのだと思いました。ドネア選手が足で外す場面、スムーズに飛び込む場面が目立ち、第一戦よりも軽快な動きを見せました。その時と比較すると反応が明らかによくなく見えます。一戦目の井上選手ならステップバックで引きつけてサークリングしながら左フックを決めていそうです。一戦目で井上選手のジャブに右を合わせることの有効性を感じたドネア選手。当然井上選手も陣営もそれは想定済みの事態です。ロープ際で右をリードブローのように使用した井上選手、右のパンチを打った後すぐにスムーズに右回りにサークリングできるボクサーはセンスを感じさせますね。ここまで互いにパンチに対して効いたリアクションがない2人、お互いがしっかりパンチに反応ができていてダメージをそれほど負っていない状況。ジャブを放ち右をつなげずにフェイントに使いました。圧をかけながらパンチを振るうドネア選手、合わせながら的確にパンチを当てる井上選手。それでもはっきりしない展開から
井上選手はこのラウンドを取った確信を持てなかったようです。そのためラスト10秒で一気にギアを上げました。瞬間の駆け引きとパンチの軌道、13ラウンドを通して井上選手のジャブに対して右を合わせる意識を持ち続けたドネア選手。その動きをうまく利用しました。ジャブを打つと見せかけてドネア選手が右を出すときにはテンプルを打ち抜いた井上選手。ドネア選手はどのパンチをもらって倒れたのか、果たして覚えているのでしょうか。視認していない、もしくは反応が遅れた状態でミニストレートを直撃してそのままダウンしたドネア選手。しかも大振りのフックで外側のパンチが続き、ショートのミニストレート内側から通されたのですから。あまりの衝撃でファイティングポーズを取るのを忘れているドネア選手。セコンドに促されてやっと思い出したほどでした。フィニッシュに行きたくてうずうずしている井上選手。2ラウンド目、改め14ラウンド目、衝撃の KO 決着。まだ強いパンチを打てそうなドネア選手。一瞬一瞬のパンチへの反応も悪くはありません。しかし動きや反応がどこかにこちなく、インターバルでは回復しきれなかった様子。ジャブ、体勢を引きながら左フック。ドネア選手はこの体勢なら右を打つべきでしたね、その方が断然早いです。ドネア選手が前進してパンチを返してくることを想定している井上選手。全体が見えている井上選手、相手のフックの出発点もしっかり確認できています。あとは振り抜いてステップバックするだけでした。ワンツー、左フック、左フック、リードの右ストレート、ジャブ。井上選手のリードの右はかなり有効でしたね。ドネア選手がリードに対して予想を絞れずに、井上選手のジャブもより刺さるようになりました。1ラウンド目のダウンシーン、本来ならフックを大きく振るわれた後、間を空けずに次は自分の番だと言わんばかりに返しに行ったことでしょう。リードが右で来るか左で来るかを考えてしまっているドネア選手。ジャブと違って右はもらいたくないものです。攻めよりも待ってカウンターを選択させられたドネア選手。井上選手ほどのスピードがなければ、この場面でドネア選手の右のカウンターに引きながらショートの左フックを合わせても面白いですね。相手の選択を奪いコントロールしてみせた井上選手の右は、私にはそれだけ素晴らしいものに映りました。接近戦の方が技術差が出るという人もいますが、ここまでスピード差が出るのは珍しいですね。ドネア選手のワンツーをダッキングでかわして両手で空間を作り、高速の左フックを顔に持っていきました。この際、本当はもっと相手を後退させて、体勢が崩れたところに勢いよくパンチを当てたいものです。アドレナリンが出まくりの状態なので、吹っ飛ばしても不思議ではありません。ロープまで吹っ飛ばすなんてこともありそうです。それでも押し切らなかったのは。
と力を抜いてフックを打ち込む技術やクリーンファイトの精神もありますが、井上選手のトネア選手へのリスペクトもあるのかなと思いました。足もふらついているトネア選手、 KO は時間の問題ともいえる絶体絶命の状況でしょう。それでもレジェンドトネアが試合を諦めることはありません。一撃一撃、鋭いパンチがトネア選手を捉え出します。常人の発想だと右回りは左フックが怖いので、及び腰でジャブを打ちながら右を警戒しつつ左回りにサークリングでしょうか。蓄積したダメージや井上選手の強打関係なしに、井上選手を深く引き込もうとするトネア選手。ただ後退しているというより、どこか引き込んでいるようにも見えます。一瞬でも気を抜けばトネア選手はあっという間に KO をされることでしょう。ワンツースリーのタイミングでアッパーのような角度で左をねじ込みました。飛び込みのアッパー、素早く右回りのサークリングをする井上選手。トネア選手の反撃の右から遠ざかり、同時にコーナーからの脱出も阻止しました。トネア選手がパンチを打ち返すので、井上選手はフィニッシュまで行けませんが、それでも井上選手の繰り出すコンビネーションの数は確実に増えてきました。もらいたくない角度でのボディが刺されました。反撃を試みるトネア選手、接近戦でなんとか打ち合いに持ち込もうとします。ガードを固めるトネア選手の内側を一閃、コンパクトな左フックを直撃させました。タフで回復力が高いトネア選手に2ラウンド目でこれだけのダメージを負わせるモンスター、自分が苦戦したためにトネアの評価を上げてしまった、この言葉には続きがありました。今回はドラマはない。パンチをまとめて勝負を決めに来た井上選手。盛り上がる会場、第1戦ドラマイン埼玉の主人公は井上選手とトネア選手の2人でした。しかしこの試合を機に主人公のバトンは完全にレジェンドから新たなレジェンドへと渡されたといえます。この試合が評価されて PFP1 位を獲得したことで、ドラマを超えてボクシング界の主人公の座へと躍り出た井上選手。二人のレジェンドのお話には続きがありました。そもそも試合前にグローブの開封未開封で陣営が揉めたという話がありました。試合前にウォームアップができていなかった。試合後にこうしていたら勝てたという発言も潔さがないと一部のファンから反感を買いました。トネア選手によるフルトン VS 井上戦のフルトン選手の勝利予想もまた物議を醸しました。トネア選手が実際に
井上選手に対して抱いている感情を常人の私が考えても推測の域を出ません。ただ二人の激闘に興奮し感動したあの体験だけは自分の中で変わりない事実だと言えます。二度と戻らない苦しくも輝かしい日々。終幕の時が刻一刻と迫る中で、それでも歩みを止めなかったレジェンド、レジェンドが再びたどり着いた頂き、後にデイビス選手の知っている井上選手の対戦リストにフルトン選手の名前が加わりましたが、それまでの試合だと井上選手は世界的に反響の大きかった試合としてトネア選手との試合を挙げることが多いですね。両者レジェンドにしか理解できない心情や重圧があるものかと推測されます。互いが現役中は難しいかもしれませんが、いずれお二人揃って笑顔で再会できる日を願っております。物語の中に登場する怪物っていうのは大抵退治されるために登場すると相場は決まっている。井上選手がバンタム級時代だった頃、フルトン選手&タイソン氏の会話、タイソン氏は自身の番組の中でフルトン次は何ポンドで戦うつもりだい、122で戦うつもりだよ、ラッセルか井上とぜひ試合をしてほしいね、悪くないね、両方とも面白い試合になるだろうね、日本で試合をというタイソン氏にフルトン選手はこう答えました。候補には上がっているよ、ただ井上は118だからね、階級を上げないと戦えないよ。そんなフルトン選手はインタビューで不思議なことを語っていました。タイソン氏に提案される数年前、ある試合終了後、彼はトレーナーに突然、自分はいずれ日本で試合をするよと語ったそうです。もちろんまだ井上選手がバンタム級にいる頃の話になります。それを聞いた陣営は、王者はお前だろ、試合をやるなら米国でやればいいと一生に伏したらしいですが、最初から日本で試合をすることを知っていたよと他のインタビューでも語ったように、彼にとって日本での井上戦はまさに運命の一戦だったのです。井上選手がスーパーバンタム級への階級変更を表明、ある程度試合交渉が進んでから階級変更を表明したのか裏事情は分かりませんが、フルトン選手がプロモーターに井上選手との対戦を直談判、注目度多額の報酬を見込んでのことでしょう、このためにボクシングをしてきたと
運命まで感じていたそうです。4団体統一よりも美味しい試合であることは確実ですからね。得られる報酬、今までにない注目度に心は弾んでいたかもしれません。ではフルトン選手はどの時期まで余裕でいられたのでしょうか。空港に到着しファンに囲まれた時はどうだったでしょうか。これだけ記者やファンが集まるとはご本人や陣営は予想できなかったと思います。2分半で公開練習を切り上げた時はどうだったでしょうか。あまり手の内を見せたくないとしてサウスポーでシャドーをしていましたね。このクラスの選手は試合前に多少神経質になるのは当たり前なのですが、フルトン選手は読みづらいですね、むしろ減量大丈夫と思ってしまいました。この頃はまだフルトン陣営も井上選手を素晴らしい選手と持ち上げていました。井上選手の公開練習を視察した際にも何度も何度もリスペクトを強調していました。この後フルトン陣営の態度が一変しました。計量&会見までの間に陣営の誰かがたまたま知ってしまったのだと思います。井上のバンテージの巻き方、なんだこれは。これは会見の時に発表しないとフルトンを守るためだと変な正義感が発動したことでしょう。ローカルルールを確認することなしに動き出したフルトン陣営。別に交渉、揺さぶりを否定するわけではないですが、試合が決まる前かもっと猶予の期間があるときにお願いしますって話ですよね。話を事前に聞かされていたフルトン選手、フェイスオフの際はまだ余裕があったのでしょうか。腹が立ったのは顔、視線の送り方ってあるじゃないですか。ちょっと上から来てるんだみたいな感じだった。上等だよと思いました。フルトン選手は自分が王者なんだ、わざわざ日本に試合をしに来たんだという思いは確実に持っていることでしょう。トレーナーがこの後にバンテージを問題視することも聞いていたので、井上選手への態度もうなずけますね。バンテージ問題で確実に揉めるので試合を仲良くやれる雰囲気ではないことを事前に分かっていたフルトン選手。試合前から言い訳かよ、ローカルルール知らないのか、先に調べておきよ、今言うな、ビッグマッチに水を差すな、などさまざまな批判が上がりました。それでは井上選手のナイーブ、ナーバスの言い間違いの際はどうだったでしょうか。結果フルトン陣営のやり方に対してうまく攻撃できた場面になりましたが、その後も試合前にバンテージで揺さぶりをかけていろいろ駆け引きを行いました。フルトン陣営がいろいろ揺さぶりをかける中、本人は試合だけに集中できたのでしょうか。クールボーイはこの段階で余裕はあったのでしょうか。人並みの話ですが、ボクシングは試合を迎えるまでが本当に長く感じるスポーツです。減量を終えて、ああこれから試合が始まるんだとしみじみ思い、いざ試合になると一瞬で終わる感じがします。これだけのビッグマッチでの試合以外の駆け引きは精神的にかなり疲弊しそうですね。1ラウンド、井上選手は L 字ガードを披露、フルトン選手は
両腕をしっかり上げて慎重な構えで臨みました。井上選手相手に逃げながらポイントを取るのは至難の技です。どこかで足を使うにしても前半ポイントを取って後半アウトボクシングする展開が理想です。スタンスを広げて華麗なフットワークを封印したフルトン選手、逃げながらではなくある程度打ち合う選択をしました。フルトン選手は過去のインタビューで接近戦、ミドルレンジ、アウトボクシングと俺は何でもできるからその時の気分、感覚で選択するとかっこよく述べていました。しかし今回は作戦をしっかり用意してきたようです。フルトン選手の序盤の作戦、ネットではフムトンと呼ばれていますね。井上選手の飛び込みを邪魔して自分のリーチと身長を存分に生かす作戦でした。長い足を駆使して井上選手の前足の近くを取り、サウスポーとオーソドックスの試合張りに足を絡めます。時には井上選手の前足を踏みながら、井上選手もおっしゃっていましたが、わざと踏んでいるのだと思います。前足の靴紐、なぜか黒色にしていたことで目立たせないためだ、姑息だと言われる始末。井上選手からクリンチに行った珍しいシーンになります。フルトン選手のジャブに井上選手がボディジャブを合わせようとします。フルトン選手が前足で井上選手の足をしっかりブロック、体勢を崩しクリンチへと逃げる井上選手。フルトン選手が軽く右を入れようとするも距離を潰されて不発に終わりました。前足を踏むことが誇れる技術かといえば疑問ですが、サウスポー相手にやるオーソドックスは少なくないですね。オーソドックス同士の対戦、相手は井上尚弥、世紀のビッグマッチでよく足を踏めたなというのが個人的な感想です。ただフルトン選手陣営にとって第5戦だったのがジャブを含めてリードの差し合いで有利に立てなかったこと。特にボディジャブが効果的でしたね。リーチがありカウンターがうまく足も使える自分にボディジャブで距離を詰めて、そこから無数のコンビネーションを繰り出してくるモンスター井上選手が練習段階で見せていた珍しい距離の詰め方からのコンビネーション、離れたところから重くてタイミングの良いボディジャブを何度も打ち込む井上選手に恐怖心が募っていったことでしょう。逆にシンボトレーナーは1ラウンドの左の差し合いで勝利を確信、インターバルにはとにかく日だけは抜くなよと話をされたそうです。前でさばききれずに嫌な形での交代、足を使わされる展開に徐々に削られていくフルトン選手、パンチがあと一歩届きません。足を止めてスタンスを広げて戦おうとしても圧力で交代させられてしまうフルトン選手。前半から優勢に立つ作戦が功を奏した井上選手、一方井上対策が不発に終わったフルトン選手。井上選手と対戦するにあたり最も懸念すべきこと、それは仮想井上尚弥がいないことに尽きるかと思います。フルトン選手は特に井上対策の準備をしていない、いつも通りの自分を出すだけだと発言されていました。パワーは階級上の選手を用意できるかもしれませんが、技術、スピード、すべてを兼ね揃えた選手を用意することはほぼ不可能だと思います。マニーパッキャオよりすごい選手を
どこから連れてくるのかって話ですよね。結局、井上選手の対戦相手は自分を高めて試合でモンスターとぶっつけ本番で戦うしかないのかもしれません。井上選手の出鼻をくじき、パンチ、スピードに慣れたところでジャブでポイントを稼ぎながら徐々に足を使う。接近戦に持ち込まれたら冷静にクリンチ。L字ガードで心地よいリズムを刻みながらロングレンジをキープ。ここまで来ればいつも通りのゲームプランですね。いや、そもそもクリンチさせないから。序盤でクリンチした場面、井上選手の体が強くしっかり対策しているので何度もやるのは危険と判断したことでしょう。危険なタイミングで右を振るう井上選手。相手の動きを見切ったような表情がフルトン選手にとてつもない恐怖をすり込んでいきます。パンチ力、スピード、スタミナ、クリンチ際、左の差し合い、接近戦、ミドルレンジ、全方位で支配し出すモンスター井上尚弥。自分のペースで戦えておらず、疲労とダメージが蓄積していくフルトン選手。体を仕上げればあとは経験でいけるはずだという自信を本人は持っていたことかと思います。無敗の二団体王者の想像をはるかに超えてくる井上尚弥という存在。危険なタイミングでジャブをもらうフルトン選手、直撃は免れましたが背筋がゾクッとする嫌な感覚を覚えたことかと思います。6ラウンド終了まで井上選手にほぼ全てのラウンドでポイントを取られる展開。追い込まれた百戦錬磨のフルトン選手、しかしフルトン陣営もまた百戦錬磨でした。右の打ち終わりを狙え、チャンスはまだあると送り出したフルトン陣営。足を使いながら要所要所でパンチを当てて7ラウンド目を制したフルトン選手。結果、井上選手の作戦に乗せられた形になりましたが、井上選手を応援している方としてはヒヤヒヤするラウンドとなりましたね。いける、俺たちはまだいけるぞ。一見強気の陣営に見えますが、井上戦に乗り気なフルトン選手に最初は反対したもよう。陣営の報酬はファイトマネーの何パーセントが相場となります。反対した理由はフルトン選手のことを考えてのことかと思います。
8ラウンド目、グッバイ、フルトン、衝撃の KO 劇。単発のボディジャブを印象つける井上選手。決着は一瞬の出来事でした。ダメージの蓄積、反応の遅れ、意識がお腹にいってしまったフルトン選手。追加でキレのある左フックを打ち込まれました。ダウン経験がほとんどないフルトン選手、崩れ落ちた自身の体に全てを悟ったことでしょう。何かと挙動不審だった試合後のフルトン選手。試合後、リング上で握手をしなかった、ベルトを慣例期間貸さなかったなど、さまざまな批判を集めました。井上選手に本気で勝てると思っていたのでしょうね。悔しさをにじませているようにも見えました。村田氏と井上選手が会話をしていた際に、フルトン選手が偶然通りかかり握手した場面になります。何とも言えない表情のフルトン選手。試合延期により子供の誕生日と自分の誕生日を家族で過ごせなかったとのことです。地元でゆっくりしてまたボクシングに戻られることでしょう。より強く、よりうまく、より賢くなって、必ず戻ってくるよ。チーム井上が、近い将来、彼が予定しているものを達成した後に、再戦の機会を与えてくれることを願っている。倒れても、決してそのままではいない。誰にも止められない。スマートに、ネリ戦の感想を述べるフルトン選手。クールボーイ、ステフは試合をどう見たか。試合の感想と1ラウンドのダウンについてインタビュアーに質問されたフルトン選手。Congratulations to NOA as well. But it was a great fight overall. Yeah, that was a good fight. It was intriguing. Then after the drop, NOA came back and, you know, got his, found his rhythm, kept his distance, started letting them right hands go. 心配になる頻度、角度、衝撃の右を幾度となく被弾していたネリ選手。一方で、井上選手の右を異常に警戒しすぎて萎縮しているように見えたフルトン選手。Neri exposed Inoue in any way or showed opportunities that other people could capitalize on in the future? I mean, it's boxing, so it's always like that. Yeah, it's crazy. 隠した相手にダウンを喫することは
ボクシングでは珍しくないことを身をもって知っているフルトン選手。What did you see in that fight that maybe, or maybe you didn't think, but did you think to yourself for one second, damn, I missed that opportunity in my fight with him, or that was there for me? No, no.試合後は王座を失ったことを信じられないといった表情や態度が印象的でしたね。Ah, fair enough, fair enough. Is that a fight you want back?Oh yeah, for sure. I would definitely like to, you know, redeem myself. I feel like there's a lot of flaws in myself that I had leading up to there, and whatever the case may be. But Bright Man won that night. And I wish nothing but the best. 負けたことを受け入れて、次の試合へと、次のステージへと歩みを始めているフルトン選手。誰もが気になる究極の質問。井上はスーパーバンタム級にとどまるべきか、それとも階級を上げるべきか。Because no matter if you get hit a lot or not, or no matter if you get hit a lot or not, that still takes a toll on your body and your brain. So. 井上選手の話ばかり聞き出したインタビュアーに嫌な顔せずに答えたフルトン選手。これはまさにクールボーイですね。井上選手が戦った中でも、1、2を争う実力の持ち主です。今後の活躍からも目が離せませんね。誰がこの男が世界の頂に到達すると予想できただろうか。序盤から圧をかけて勇敢に戦う男。相手はスーパーバンタム級のベルトフルトン選手と2個ずつ分け合う元オリンピアのアフマダリエフ選手。攻撃力、技術、豊富なアマチュア経験、全てを兼ね揃えた2団体王者。戦前に男の勝利を予想する者はほとんどいませんでした。アフマダリエフ選手は男が戦った中で間違いなく最強の相手でした。スーパーバンタム級戦線に風穴を開けることとなる男の名前はマーロン・タパレス、悪夢と呼ばれる男。無敗の王者にプロ初黒星という悪夢を見せて、見事スーパーバンタム級の2団体統一王座を獲得しました。さあ、この階級の一番を決めようか。スーパーバンタム級4団体統一王者決定戦、モンスター VS ナイトメア。物語の中の怪物っていうのは大抵退治されるために登場すると相場は決まっている。いきなり右ボディを放った井上選手。1ラウンド KO 決着の試合でさえ様子を見ることの多い井上選手。本来ロープ際や相手の体勢が崩れた状態で打つべきパンチです。ファーストパンチでチョイスするパンチではありません。ある程度のレベル同士のスパーリングで1ラウンド目の初っ端に打たれた経験がある方はかなり少ないと思います。ボディストレートなら打たれる可能性はゼロじゃないですが、いきなり下を打たれると荒れたラウンドになるでしょうね。1ラウンド目から出てきてもいいよという強者のメッセージにも見えます。ラウンド中、マーロン落ち着けと何度も叫んでいましたね。
冷静に努めるタパレス選手、ジャブ、ボディジャブで組み立てていきます。井上、序盤は丁寧に戦いましょうよ。内側に入り込み、単発のジャブをまっすぐと深くに突き刺そうとします。タパレス選手のプロモーターは、フルトンは弱腰だった、ジャブでリスペクトを得ないと、井上には勝てないと、再三語っていました。威力のあるリードブローをしっかり打てているタパレス選手。ジャブでガードを開かせた後に、井上選手の右が通過しました。右ボディに続いて、このスピード、キレには驚いたことかと思います。フィリピンメディアには、井上に悪夢を見せてやると、笑顔で語っていましたが。長い距離で、井上選手相手に、この左を直撃させられるとは思ってなさそうですね。引きも早いですし、当ててもそれほどインパクトはなさそうです。飛び込んで、相手に強いパンチを打たさないように、距離を潰す技術ではあるのですが。個人的にはどこか時間を稼ぐ動きにも見えてしまいます。ラウンドを重ねれば相手のスピードにはある程度慣れていくものです。パッキャオ氏の側近はタパレス選手の懸念材料として井上選手に匹敵するパートナーがいないことを挙げました。タパレス選手相手にこのスピードとパンチ力で一発目を打ち込めるパートナーはまず見つからないでしょうね。試合の中で生の井上尚弥を体感し、数ラウンドかけて徐々に修正していきたいタパレス選手。丁寧に落ち着いて井上に慣れていこう。スタンスを広げてしっかりとしたリードを振るいます。突っ込むときは体ごといきます。タパレス選手の全身にミニアッパーを合わせた井上選手。パヤノ戦でもステップバックをしながらミニアッパーを合わせていましたね。1ラウンド目でこのパンチを相手に合わせられる選手はなかなかいません。ミニアッパーで体勢を起こそうとする井上選手。頭の位置の低いタパレス選手を右で起こそうとします。頭をされない場合には右のボディストレートを打ち込みました。サウスポー相手に右で攻めるのは定石ですが、右アッパー右ボディをここまで使用してくると想定してなさそうなタパレス選手。井上選手はサウスポー相手に前の手の使い方、ジャブが上手いので逆にジャブが少ないことに面を食らっていそうですね。序盤は前の手、ジャブの差し合いになるはずだ。前の手の差し合いを中心に想定してきた動きです。スムーズに井上選手を捉えステップバック。井上選手のワンツーのカウンターにも焦らずスムーズな反応を見せたタパレス選手。前の手をいつもより当てる気がない井上選手、1ラウンド目から右を軸にしています。サウスポーなので普通にサークリングすれば勝手に右から遠ざかるのですが、強打の右にどこか焦って見えるタパレス選手。右のパンチって普通はもっと視認しやすくない？パンチを打って体ごと突っ込むことを井上選手に拒否されるタパレス選手。ミドルからロングレンジは強めのジャブとストレートでどっしり構える、時に体を預けるように打つことで反撃を阻止する作戦でしたが、戦いづらそうな展開が続きます。井上選手の右には体をかがめてハイガードで対応することも多かったタパレス選手。上下に散らす井上選手。
ボクシングはバランスの崩し試合と、特にアマチュアボクシングで言われますが、井上選手の右が顔、腹に対してショートとロング、ストレート、アッパー、フックとあらゆる軌道でバランスを崩してきます。途中にうまくパンチを挟んだタパレス選手、お構いなしに追撃のワンツーを打ち込んだ井上選手、井上のバランスがなかなか崩れない。お互いにジャブの打ち合いで主導権を争う丁寧なボクシングをしたいタパレス選手、井上選手はタパレス選手のそう一体と早急に感じ取ったのかもしれません。前半から休ませないし、戦いやすくさせないし、バランスもどんどん崩していくよという井上選手の新たなメッセージ。半身になり L 字ガードの構えを披露するタパレス選手、試合を通して井上選手の攻撃を何度もさばいていました。30を超えてもなお米国の練習環境で技術を向上させるタパレス選手、もともと L 字ガード自体は使っていましたが、井上選手のような追い足の速い選手相手に通用するものではありませんでした。この後飛んでくる右へのタパレス選手の対応、ジャブに対して右回りにサークリングすればイージーな対応ですが、序盤であることを考慮すると危険な避け方になりました。左で追っかける井上選手を距離で外すタパレス選手、タパレス選手にとっての L 字ガードの利点はパンチが打ちやすいこととボディをカバーしやすいことでしょうか。 L 字ガードだと相手は深くにパンチを打ち込みたくなるものです。引き込んでカウンターを合わせられるのも利点と言えます。直線的ですが丁寧に攻めるタパレス選手、おそらく練習通りのタパレス選手、戦前タパレス選手は特攻してくる、いざとなったらダーティーなこともしてくるという表に反して、4団体統一王者をかけた試合にふさわしい仕上がりと戦い方を披露しました。ただ今までで一番強いタパレス選手をもってしてもポイントを取れないという悪夢がそこにはありました。井上選手相手といえどどこかで必ずチャンスは訪れるはず、それまでタパレス選手の悪夢は続きます。個人的に素晴らしいと思う井上選手の動き、2連続素晴らしいのですが、やられた側は不気味に感じますね。なんで井上はアッパーを振り抜かないの？振り切れる場面でも冷静にとって相手にパンチを合わせる3選手、やられた側は恐怖でしょうね。しびれるようなジャブを差し合う展開はもう来ないなとどこかで意思を固めたタパレス選手、井上選手は綺麗に反応してくれるのでタパレス選手は手数で押すべきですね。ジャブ、ワンツー、左ボディ、ボディを多少打たせても構わない動きに見えます。相当鍛えてきたのでしょうね。井上選手の右が強すぎてタパレス選手が左右のガードを下ろせない場面もあるかと思います。ガードを貫通する井上選手のパンチの衝撃、ガードの上からでも強烈な右を連打する井上選手、タパレス選手の左ボディストレート、ミニフック、タイミングは良かったですが上半身だけのタパレス選手のミニフック、打った後に全く体幹がぶれていないのはさすがですが怖さがないタパレス選手、十分に戦えてるぞ。ポイントは取られてるけども。
ある程度タパレス選手に攻めさせて展開を変えようとする井上選手。井上尚弥クラスの選手にカウンターを待たれるとタパレス選手は非常に入りづらいものです。逆にこうも思ったはずです。ジャブはそんなに来ないはず。右フックと右アッパーが交錯しました。奥の手をフェイントにして右フックを放ったタパレス選手。井上選手の予想された戦い方、一番前の手の取り合い、ジャブを丁寧に突く。井上選手の予想された戦い方、二番右を使うにしても足を使う、足の位置の取り合い。実際は正対することが多く、正対したままガードの上からでも右を振るってくる井上選手。ガードの上を叩きながらもこの目で常に相手を観察して隙を探しています。階級が上の選手のスパーリングでのサウスポーの潰し方に見えます。足の位置取りをほぼ気にせずに強打を浴びせてくる井上選手。あえて打たせていたボディではなく、もらいたくない形で強烈な2発をもらってしまったタパレス選手。一発目、タパレス選手のガードが間に合っていません。二発目も打ち合いの激しい呼吸の中、もらいたくない箇所をしっかりと打ち抜かれています。このラウンドを通して何発も強烈なボディショットを決める井上選手。序盤の劣勢を取り返そうとするタパレス選手、こうする井上選手。マーロン、徐々に圧を強めていこう。右フックを決して当てられないわけではないタパレス選手。タパレス陣営がマーロン、ナイスな右フックだと叫んでいました。戦前からも言われていました、右フックに勝機を見出そうとするタパレス選手。そんなタパレス選手の上を行ってみせたモンスター、井上尚弥。タパレス選手の後出しのフック、ドネア選手がよくやる相手のパンチが手に触れた瞬間に、もしくは多少被弾しながら合わせる後出しの前の手のフック。井上選手のフックは本来予想しているものなので、通常はそれほど効かないはずですが、自らハイガードを開ける結果となりました。ガードの上からでも意識が飛ぶ、しかも前段強い。頭を下げるか倒れようにも、アッパーでタパレス選手を下に逃さない井上選手。タパレス選手はスパーリングで体を当てることとクリンチもかなり練習してきましたが、自身はアンダードッグだからと戦前語っていたタパレス選手。これまでの長きにわたるプロキャリアで、お国柄カマセイヌとして呼ばれることも少なくなかったタパレス選手。なんとか立ち上がり、ゴングに救われる形となりました。誰もがこのまま何もできずに、タパレス選手はモンスターに食われてしまうだろうと考えたことでしょう。しかしタパレス選手、タパレス陣営は勝利を諦めていませんでした。最近の試合ではマーロンはいいアジャストメントができている、ゲームプラン通りの戦いがうまくいっていた。井上相手にも十分に戦える逸材だよ、マーロンは試合のたびに成長して強くなっているんだ。
襲いかかるモンスター。陣営のゴーサインも出ていたのでしょう。このラウンドで仕留める気の井上選手。上下縦横無尽にパンチを突き刺してきます。この距離で打ち返さないとさらなる強打が飛んでくることを理解しているタパレス選手。あった、ボディをこれだけ深く刺した後にミニフックを振り回して全くブレない体幹の井上選手。若い頃はスタミナがなくボディが弱く好不調の波が激しかったタパレス選手。井上選手に追い詰められることでしっかり仕上げてきたことが分かりますね。ただしっかり仕上げてきただけでは埋めきれないタパレス選手と井上選手の実力差。若かりし頃、母国の英雄パッキャオ氏の再来と期待された逸材だったタパレス選手。井上選手ほどのスパーリングパートナーがいないことを前提に井上選手との試合の中で課した自らの成長。成長が先か倒されるのが先か。井上選手も称賛したタパレス選手のディフェンス能力。一発を狙って顔に強打を振るうだけになってもおかしくない状況で左のボディストレートを打つタパレス選手。最後まで諦めていません。コンビネーションをつなぎダメージを蓄積させようとしています。モンスターとほぼ真っ向で向かい合うタパレス選手。強烈な左アッパー、左で軽く触れ右のアッパーでタパレス選手を起こして左ボディを突き刺しました。ダウンまで持っていかれたフックの残像は残っているでしょうね。簡単に盾をこじ開けました。それでも L 字ガードで井上選手の猛攻をしのぐタパレス選手。しびれるような技術戦が続きます。いつもの試合と何かが異なる。中盤に突入したことで井上選手のスピードには多少慣れてきたタパレス選手。圧倒的な勝利、KO 勝利を義務付けられた井上選手、より圧をかけて攻撃的に来ることが予測されます。後半になればなるほどある意味井上選手の戦術が予測しやすいことになります。井上選手が日々語っている KO は流れの中でという言葉、皆様は本当にその言葉を信じられますか。仕留めに来るモンスター井上尚弥、迎え撃つナイトメア、マーロン、タパレス。この状況でボディジャブを打つタパレス選手。ポーカーフェイスも相まってダメージが本当に分かりづらいです。前半にタパレス選手が準備してきた展開、パーリングや距離で外す動きが大変スムーズです。ディフェンスからリズムが整う選手もいます。ここに来ても主導権を譲らない、休ませない、とにかくタパレス選手の戦いづらい流れを作ろうとする井上選手。普通は足がぶつかったりそのままクリンチみたいな展開になるところですが、簡単に足を抜く見事なステップ。タパレス選手のバランスをこれでもかと崩しにかかる井上選手。蓄積するダメージと疲労、薄れゆく意識の中でマーロン、タパレスを支えたもの。
2年前、夫人との間に娘が生まれたことで父親としての自覚が芽生え、別人のように真剣に練習するようになったタパレス選手。これまでもカマセイヌとして海外に呼ばれて幾多の困難を乗り越えてきました。今回の試合もタパレス選手の勝利を信じた人は少なかったことでしょう。陣営は日々のすべてのサポートをしてくれる。食事もトレーニングもメンタル面も、彼らとはいつも一緒にいる。家族同然だよ。カマセイヌとして呼ばれた試合で相手を葬ることから、またそのファイトスタイルから付けられた悪夢という遠いな。それでも大方の予想は、今回タパレスは井上尚弥相手に悪夢を見ることになるだろうというものでした。タパレスのプロモーターギボンズ氏は、彼は今家を建てたり買ったりでき、家族の面倒を見ることができる、よく頑張ったとその健闘を称えました。フィリピンメディアもまた、リングで負けたが人生では勝った、タパレスはこのスポーツによって大きく人生が変わった数多くのフィリピン人ボクサーのうちの一人だ、10ラウンドまで粘ったタパレス選手を称賛する好意的な記事が並びました。悪夢を見せるはずが悪夢を見せられたと評したコメンテーターもいた。マーロンは、日本に勝つつもりで来たし、勝つつもりで仕上げてきた。同郷のレジェンドパッキャオ氏もまた、マーロン、よくやったよ、胸を張って帰ってこいとメッセージを送りました。試合後、井上選手とこれから対戦する相手に何か一言と問われたタパレス選手。井上のことをリスペクトはするが、決して恐れてはいけないんだ。公式戦、スパーリングでもダウン経験なしのモンスター。ネリ選手が勝利するとしたら、限りなく前半のラウンドと言われていました。悪道にとってこれ以上ない理想の出だしとなりました。井上尚弥 VS ネリ戦を独自解釈を交えながら解説させていただきたいと思います。今回はアマチュアボクシング的な視点をふんだんに取り入れさせていただきました。最後までよろしくお願いします。それでは始めさせていただきます。1ラウンド目、最初からいつもと何かが異なる。やや表情の硬い井上選手、気合が入っているようにも見えましたが、序盤から右を起点に強打を打ち込む井上選手、自身のパンチを
リスペクトさせるような動きでした。前回の試合の井上選手と比べると動きが硬く力みすぎていてスピードが乗っていません。井上は確かに強い。でもバスケでいうマイケル・ジョーダンのような神様ではないんだ。井上選手の右に左をかぶせたネリ選手。ネリ選手はタイミングを優先して強引に返す分、コントロールが効かないことも少なくないです。ただ、タイミングは抜群だっただけに、このパンチの交錯で自信を深めたことかと思います。井上選手の左アッパー、軌道が普通じゃない。ネリ選手の左フック、ルーズな構えから繰り出される独特のパンチ。お互いが前の手で対応をしたくなる場面、ネリ選手の頭、肩でちょうど左が隠れる位置、井上選手はパンチの出所が見えていません。入れ込みすぎている井上選手はガードが下がっていて先に打ち込めるチャンスと判断したのでしょう。タパレス選手の試合でも感じた井上尚弥の弱点、 KO 勝利、劇的な勝利を義務付けられていることでしょう。井上選手の前足の位置が内側で、ネリ選手に外側を取られている状況。サウスポーの選手に外側を取られると、オーソドックスの選手は強いパンチを打てず、相手が強打を振るいやすくなります。井上選手の右のパンチの勢いもプラスされて、倒れ方が派手になっています。井上選手は効いていないと言っていましたが、体が温まっていないラウンドで顎を打ち抜かれて効かないわけないと思うのですが、すぐに立ち上がらずに冷静にカウントを待つ井上選手。多少脱線しますが、独自の解説。ネリ選手の何がすごかったのか、それは1ラウンド井上尚弥相手にリスペクトせずに自身のボクシングを貫いたことです。戦前はボクサーたるもの、井上選手にも強気に振る舞えるものです。それでも8オンスのグローブで井上選手のパンチをもらうと、対戦相手は萎縮して自身のボクシングを見失ってしまいます。フルトンの敗因は井上をリスペクトしすぎたこと、あれでは勝ち目がなかったとコメントしたルディ氏、セコンドのこともボクソに批判していましたね。それだけ井上選手のパンチ力、スピード、技術、諸々の総合力が規格外というわけです。井上選手は早いラウンドで対戦相手にリスペクトを求めます。今回はその意識が特に強かった気がしますね。リスペクトの話を踏まえた上で、アマチュアボクシングとプロボクシングの違いからネリ選手を語る。ヘッドギアは廃止の方向となりましたが、大きな違いはやはりグローブの違いが大きいです。アマチュアボクシングではプロのように一撃で倒されることはほとんどありません。つまり何回でもトライ&エラーを繰り返せるというわけです。短いラウンドでダメージ、疲労がたまりづらいのもありますが、グローブの違いで相手のパンチに何度でもカウンター、リターンを仕掛けることが可能となります。個人的にプロボクシングは12ラウンドを通して集中力を欠いたら負ける、生命力を削り合うスポーツ。アマチュアボクシングはお互いに短いラウンドで
技術をぶつけ合うようなスポーツという認識です。会場の雰囲気の違いとしていつも感じることですが、プロボクシングで仕掛けが少なくてもある程度許されますが、アマチュアボクシングだとセコンドカードなられますね。プロでは1回のエラーが命取りとなります。井上選手との対戦ならなおさらです。いつも以上にリスペクトを求めた井上選手相手にトライ&エラーを果敢に行うネリ選手。この男は8オンスの井上選手相手にアマチュアの試合のように果敢に仕掛けたということができます。アマチュア経験もほとんどない選手が敵地の大舞台で自身の技術を最大限に発揮します。皆様がこの試合の1ラウンドのネリ選手について話をする際、ネリ選手はまるでアマチュアボクサーのように振る舞ったとお話しされてみてはいかがでしょうか。本編に戻ります。ドネア戦から一気に進化した見事なクリンチワークを披露する井上選手。相手の脇の下に手を入れて万歳することで相手は強打を打てなくなります。ガード、ダッキング、スウェーバック、ロープワークを駆使してしのいでみせる井上選手。井上選手は追い込まれると右回りにエスケープする印象がありますね。このチャンスをつかみに行くネリ選手。コーナーでパンチを避けながら面白いほど右を直撃させていく井上選手。ダウン後の対応まで完璧だった井上選手、2ポイント奪われたものの、このラウンドを乗り切りました。2ラウンド目、モンスターの逆襲。前の手で相手に突っかかる井上選手、1ラウンドと打って変わって慎重な入りを選択しました。サウスポー相手に簡単にジャブで試合を作ってみせます。相手のジャブをギリギリで見極めて右のリターンを返す井上選手。このあたりからジャブに反応が遅れるネリ選手。完璧な距離の支配。打っては離れてを高速で繰り返していきます。ダウンしたことで冷静さを取り戻し勢いづく井上選手。このままでは削られてしまうことを悟ったネリ選手、覚悟を決めて2度目のチャンスを狙いに行きます。井上選手の右ボディに左を合わせたネリ選手、当たれば危険なタイミングでしたね。再び危険なタイミングでパンチが交錯しました。パンチを当てれば倒せると踏んで前に出るネリ選手。左手を広げて後ろに持っていくことで左の打ち始めの位置を調整した井上選手。振り抜くというより入ってくるなと合わせた左フック、慎重さなしでこのフックを強打者に当てられる技術とメンタル。パンチを届かせようとするあまり体が流れて両足が揃ったところに左フックを被弾したネリ選手。予想外のダウンにすぐに立ち上がってしまう冷静さを欠いたネリ選手。1ラウンドのポイント取り返した井上選手、一気に余裕が生まれた瞬間でもありました。3ラウンド目、
いかんともしがたい2人のスピード差。ダウンを奪っても警戒度をされない井上選手、叩き落とすような前の手で牽制します。スピード、反応速度も戻ってきた井上選手、リターンを打ち込めない練り選手。しっかりと外側を取ってのジャブ、ジャブへのリターンも簡単に避ける井上選手。井上選手と対戦した階級が上の選手は、重たい物体が強打を打ち込むだけ打ち込んでどこかに行ってしまうと表現していましたね。つっかえ棒で練り選手の飛び込みを回避、距離をキープしながらガードも固めている井上選手。メイウェザー氏に井上は俺の真似をしていると言わしめた動き。防御に徹すれば一発ももらわない自信があると過去に発言されたこともありましたね。押す、引くの判断が抜群の井上選手。返しのフックもアッパーも警戒している井上選手。スピードに乗ったサウスポーへの定石を何度も叩き込んだ圧倒的なラウンドとなりました。4ラウンド目、もっと打ってこい。練り選手の左が当たりません。練り選手の左をガードとダッキングで回避する井上選手。とにかくパンチが当たりません。顎はここだぞ、打ってこいよと誘った井上選手。いきなりの強烈な右ストレート。ガードした練り選手の腕を貫通する威力。観客を盛り上げるのがかなりうまい2人。井上選手相手にL字ガードで冷静に裁く練り選手、集中しているときはやはり技術がありますね。負けじと練り選手ももっと打ってこいとアピールします。ガードの上からでも効きそうなパンチを打ち込む井上選手。5ラウンド目、終わりの始まり。異次元の右の使い方で練り選手を追い込む井上選手。明らかに右をもらいすぎている練り選手。上下の綺麗な打ち分けに対応もできなくなってきました。実は井上選手と戦うことに恐怖心を抱いていた練り選手、恐怖乗り越える、恐怖乗り越えるの繰り返しだったそうです。前に出ても下がりながらでも強打を打てる井上選手。それでも前に出て仕掛けようとする練り選手。井上をリスペクトはする、それでも恐れてはいけない。散々打ち込むだけ打ち込んでボディも簡単には打たせてくれない井上選手。
頭から先に突っ込んだのに自分が押されるとすぐに指摘するネリ選手。頭から突っ込み、もう一度頭から突っ込むネリ選手。井上選手の観客を巻き込んで頭から入るなというアピールは素晴らしかったですね。全てを封じられて万策尽きたネリ選手、それでも前に出ることをやめません。パンチを打ちながら体ごと突っ込んだネリ選手。左アッパーにコンパクトな左フックをかぶせた井上選手。ネリ選手がダメージで反応、判断が遅れた部分もありますが、井上選手の接近戦の技術が光ります。低い位置からネリ選手の腕に頭をぶつけてとっさに引くことで自ら空間を作り出します。その空間を左フックで先に埋める井上選手。ダウンを奪ったフックはくしくもネリ選手が打つようなルーズな構えから繰り出された軌道のものとなりました。2ラウンド目のダウンと違い、すぐに立ち上がれないネリ選手。危険な左を何度も振るうネリ選手。井上選手のディフェンス力の前に何度も空を切ります。6ラウンド目、衝撃 KO 決着。ゆったりとした始まりですが、この試合の終わりがそう遠くないこと観客は理解しています。1ラウンド目の教訓でしょう。ジャブ、ボディストレートでまだ相手を削る井上選手。ガードの上から打たせる井上選手。ネリ選手も決して試合を諦めていません。井上戦後に記者から井上選手とこれから戦う選手に何か助言はあるかと聞かれたタパレス選手の回答。リングの上で役に立たない言葉ですが、井上選手と対戦した選手がいると深く感じますね。仕留めにかかる井上選手。井上選手の強烈な右を危険な形でもらうネリ選手。それでも最後まで左を振ってきます。ショートの左フックで頭を下げさせて右アッパー、そのまま右のストレートを打ち抜きました。 KO パンチとしてはなかなかお目にかかれないコンビネーションですね。疲労、ダメージを抱える中、連打が早すぎて反応ができなかったネリ選手。1ラウンドにダウンを奪ったことで新しい井上尚弥とスリルある試合を見せてくれた悪道。試合を通して倒れてもおかしくない危ない右を何度も何度も被弾し続けたネリ選手。心配される頭部への深刻なダメージの蓄積。病院に直行し、試合後の会見に現れなかったネリ選手。しかし翌日以降、有名な遊園地、観光地、ラーメン屋で目撃されるなど試合並みのタフネスぶりを発揮。
多少のモヤモヤが残りますが、素晴らしい試合でしたね。この試合のダウン後のリカバリーが評価されたことで、PFP1 位に返り咲いた井上選手。井上尚弥の進撃は止まらない。いや、誰にも止められない。井上選手の残りのボクシング人生を考えると、残念ながら戦わずに終わりそうですね。みんな井上と戦いたいんだ。強い相手とだけ戦いたい。ご視聴ありがとうございました。動画が面白かったらチャンネル登録と他の動画もよろしくお願いします。それではまた近いうちに。